創世の天才武将賀茂氏郷。賀茂氏郷は戦国時代から安土桃山時代にかけての武将である。織田信長、豊臣秀吉と二人の天下人から重用された人物だ。近江国日野城主の賀茂忠秀の子として生まれ、主家の六角氏滅亡後は織田家に臣従。信長は氏郷の器量をいち早く見抜き、侍女をめとらせている。信長の死後は秀吉に仕え、秀吉からは羽柴、豊臣姓を与えられている。小田原征伐後、会津42万石の大領を得、北は伊達、南は徳川の監視をしながらも高い内政手腕を発揮した。しかし、文禄の役にて病を患い、伏見の屋敷にて病死する。享年40であった。